データモデリング。データモデリングは、コンピュータ科学の文脈では、何らかのデータモデリング方法論を適用して、データモデルのインスタンスを作る過程である。データモデリング方法論は、データモデリングを形式的に記述したものである。現在までに考案された、データモデルの種類としては、次のようなものがある。データモデリングを行う際には、データを構造化し、組織化する。 こうして作成されたデータ構造はその後にデータベース管理システムを使って実装されることが多い。データモデリングの過程ではデータを定義し組織化することに加えて構造化したデータに対して制約の集まりを同定する。大容量の構造化データ及び大容量の非構造化データを管理することは情報システムの主要な機能である。 データモデルは関係データベース管理システムのようなデータ管理システムにおいて記憶装置に永続化される構造化データを記述する。データモデルは非構造化データ、ワードプロセッサで作成する文書や電子メールのメッセージ、画像、デジタル音楽、デジタル動画などについては記述しないことが多い。データモデリングの例については次の節を参照。 データモデルのインスタンスには、暗視によれば、次の3種類がある。こうした暗視による方法で重要なのは、先述した3つの視点の各々のモデルが、互いにある程度独立していることである。論理スキーマにおける関係と属性は、概念モデルに必ずしも影響を与えることなく、変更することができる。実際には、当然ながら、スキーマの構造は、 他のスキーマに対して一貫性を持っている必要がある。論理スキーマにおける関係と属性は概念モデルにおける実体クラスと属性を直接的に変換した結果とは異なることがある。しかし論理スキーマは最終的には概念モデルの実体クラスの構造の目標を満足させる必要がある。多くのソフトウェア開発プロジェクトの初期の開発工程では 概念データモデルの設計が重要である。続く工程で概念データモデルは論理データモデルの形に詳細化することができる。その後の工程で場合によっては論理データモデルは物理データモデルに変換される。しかしながら場合によっては概念モデルを直接に実装することもできる。個々の事例では細部では異なることがあってもモデルインスタンスの構造は 他のモデルインスタンスと整合している必要がある。論理データモデルにおける関係と属性の構造は概念データモデルにおける実体クラスと関連と属性を直接的に変換したものとは異なっていることがある。しかし論理データモデルは最終的にはコンテクストの水準のデータモデルにおける実体クラスの構造と概念データモデルにおける関連の構造の それぞれの目標を満足させる必要がある。論理データモデルが作成された後の工程では、データを保存するプラットフォームが決まると、論理データモデルは物理データモデルに変換することができる。そして、物理データモデルを元にして、データの定義が作られる。データベースに実際にデータが格納されて運用されると、データベースに対するデータ操作を行うことができる。 データモデルは対象とする領域におけるデータの構造を記述し、また結果としてその領域自体の基礎となる構造を記述する。これはデータモデルは対象とする領域のための専用の人工言語の文法を実際に規定しているということを意味する。データモデルは実体のクラスの集合を表現する。対象となる組織は実体クラスの集合について、 情報と情報の属性と実体感の関連と属性感の関連を保持して管理しようと考える。データモデルはデータをコンピュータシステムで表現する方法とはあまり関係ない形でデータを組織化して記述する。データモデルによって表現される実体は有形物の実体である場合がある。しかしそうした具象的な実体クラスを含むデータモデルは時を経ると モデルが変更される傾向がある。剣道なデータモデルでは、そうした実体の抽象を同定することが多い。例えば、あるデータモデルでは、人物という名前の実体クラスを含んでいるかもしれない。そのデータモデルにおける、人物の実体は、ある組織と相互作用するすべての人物を表現する。このような抽象的な実体クラスは、多くの場合、売り手や、 従業員という名前の具象的な実体クラスと比べて適切である。なお、ここで売り手や従業員の実体クラスはそうした人々によって行われる特定の役割を同定している。一部の人々はデータモデルを設計することはトランザクションデータと参照用データを区別するために役立つと考えている。ここでトランザクションデータとは一つもしくは 複数の参照用データを参照するデータを言う。適切に設計された概念データモデルは対象となる領域の意味的な側面を記述する。概念データモデルは一つもしくは複数の組織によって使われる情報の性質についての表明の集合である。適切に設計された実体クラスの集合は分かりにくい技術的な専門用語ではなく自然言語の単語を使って 名前を付けられる。また同様に適切に設計された関連の集合は対象となる領域についての具体的な表明を生成する。関連にはいくつかの種類がある。例えば、から構成されるという関連は注文実体クラスと注文明細実体クラスが次のような表明を生成するために定義される。すなわち、各々の,のの注文は一つもしくは 複数の注文明細から構成される。英語を使う場合、より厳格な方法は、全置詞あるいは同名詞あるいは分詞をなければならない、あるいは可能性があるという動詞を伴う形ですべての関連の名前付けることである。こうすることで実体クラスのインスタンスの個数と属性の数をともに意味的に扱うことができる。これは、 このような関連を一方向に読むことができることを意味する。例えば次の通りである。ハ用データモデルは従来のデータモデルを汎用化したものである。ハ用データモデルでは標準化された関係の型及びそうした関係型に関連する種類のものについて定義している。ハ用データモデルを定義することは自然言語を定義することに似ている。例えばある。 汎用データモデルでは分類関係や全体部分関係のような関係系を定義しているかもしれない。分類関係はある事物と事物の種類の間の二項関係である。全体部分関係は部分の役割を担う事物と全体の役割を担う事物の間の二項関係である。クラス群の拡張性のあるリストがあればどのような事物でも分類することができるし、 どのようなオブジェクトについても全体部分関係を指定することができる。関係型についての拡張性のあるリストを標準化することにより、汎用データモデルでは無数の事物の種類を表現することができ、自然言語の表現能力の水準に近づくことができる。他方で従来のデータモデルでは対象とする領域のスコープは固定的で限定されている。なぜなら、 従来のデータモデルをインスタンス化することでできるのは、モデルにおいて事前定義された事物を表現することができるだけで、あるからである。汎用データモデルは、従来のデータモデルの端緒を解決するための方法として開発される。例えば、同じ領域に対して、従来のデータモデルによるモデリングを複数の人々が行う場合、それぞれ異なるデータモデルを作ってしまうことが多い。 このため複数の人々が共同でモデルを作る場合の困難に突き当たる。こうした状況はデータ交換やデータ統合を行う観点からは障害となる。そして同じ領域に対してデータモデルが異なっているのはいつもモデルの抽象化の水準が異なることとインスタンス化することが可能な事物の種類の異が原因となっている。こうした相違を小さくするために モデリングをする人々は、意思疎通をし、より具体的に表現するべくいくつかの要素について合意をする必要がある。優れたデータモデルを作る上で有用となる汎用的ないくつかのパターンがある。これらのパターンとしては、パーティ製品タイプ、製品インスタンス、アクティビティタイプ、アクティビティインスタンス、契約、地域、サイトなどが含まれる。 こうしたパターンに含まれる実態を明示的に含めたモデルは適度に健牢性を備え理解しやすいであろう。汎用的なツールを作る際にはより抽象的なモデルが適している。この抽象的なモデルは事物と事物タイプの変形版の集合から構成される。この抽象的なモデルでは全ての実際のデータは事物もしくは事物タイプのインスタンスとして記述される。 一方で、このような抽象的なモデルは扱うことが難しいという側面もある。なぜなら、実世界の事物をあまりよく表現できていないからである。しかした方で、こうした抽象的なモデルに、特に標準化された辞書が存在する場合に、適用可能性は非常に高い。具象的で特化したデータモデルでは、スコープや環境が変更されたときに、 モデルを変更しなければならないという懸念がある。ハム用データモデルによるデータモデリングの方法には次のような特徴がある。こうしたハム用データモデルによるデータモデリングの方法を取ることで、標準的な実態や標準的な関係形をインスタンスとして追加することができるようになる。そして、データモデルに柔軟性を持たせ、アプリケーションソフトウェアのスコープの変更があった時にも、 データモデルの変更を抑制することができる。汎用データモデルは次の規則に従っている。汎用データモデルの例を次に示す。汎用データモデルとは別の種類のデータモデルでは、データベース管理システムもしくは他のデータ管理技術を使ってデータを組織化する方法を記述する。この種のデータモデルでは、例えば関係モデルにおいては関係群と属性群を オブジェクト思考モデリングにおいては、クラス群と属性群を記述する。理論的には、この種のデータモデルは、先述したより概念的なデータモデルから導出される。しかしこの種のデータモデルは、システムの処理能力や利用パターンを考慮することにより、概念的なデータモデルとは異なっていることがある。データ分析は、 データモデリングにおいて一般的に使われている用語である。しかしデータ分析で実際に行う作業は分析よりも総合の方に理論と方法論において共通する部分が多い。データモデリングでは不必要なデータの冗長性を排除することと関連し合っているデータ構造群を関連によって関連づけることにより、 概念的に近いデータ構造群を元にして一つの包み的な概念にまとめることを目指す。データモデリングの別の方法論としては自律的にデータの暗黙的なモデルを生成する人工ニューラルネットワークのような適応型システムを使う方法論がある。データモデリングのための技法がこれまでいくつか開発されてきている。こうしたデータモデリング技法は データモデリングをする人々が作業をする際に導きの手となる。しかし二人が同じデータモデリング技法を採用しても非常に異なるデータモデルを考案する結果となることがしばしばある。データモデリングで使われる著名な技法を次に示す。汎用データモデルのデータモデリングの文献。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。